いるわね。みんないるね。みんないるわね。これ見て。何？ちょっと下痢気味で顔が顔色悪いな。顔面蒼蒼白じゃない。そうなのよ。めっちゃ出ちゃって。下痢気味すぎない？どうも皆さんこんにちは。M かよ。みんなも4月に入ったわね。桜も散って新社会人そして新学期を迎えるみんな。たくさん地獄を見て楽しんでちょうだい。じゃあ今回はねそんなメンバーに新社会人そして新学期を迎える人たちにメッセージを何かもらおうかしら。じゃあ今日参加してくれるメンバーこの方よーん。どうもこんにちは、下痢気味のトーストよ。やっぱりね、新社会人、新生活、新学期始まると緊張でちょっとお腹の具合悪くなったりするじゃない。だからみんな気をつけて頑張ってこー、よろしくー、よろしくー。やっぱセイロガンとか持ってった方がいいのかしら。持って行った方がいいよ、セイロガンは常に必需品よー。らしいわよ、みんなちゃんと持ってとくのよ。それじゃあラストは、どうも皆さんこんばんは、レプコよー。なんかよく3年は働きなさいとかって言うじゃない。うん、嫌だったら3日で寝てもいいのよ。行くわよー、行くわよー。大事、うん、即引くの大事よね。そうよ、3時間でもいいぐらいよね。3時間ちょっと早いよね。3時間はやりすぎよ。ちょっと早漏ね。まだ会社の裏側知れてないよね、としこ。そうよね、裏側…としこ裏側好きだものね。裏筋が好き、行くわよ。何の話してんのよ。来たよ、来たよ、行くわよ。さあ、私新サバイバーミカエラリードを使うの。あ、いいわねー、モバイルでついに。そうよ、二人目の恵みよ。来たわねー、素晴らしいわ、楽しみねー。モバイルの初回恵みが霊界理論だったからね。そうよね、そうよね、そうだよね。ようやくなんか使える恵みが来たって感じよね。ねー、としこちなみに霊界理論の効果わかる？わかるわかる。なんかそのトーテムに霊界理論がついたら、うん、その範囲内に入ると足が速くなるっちゃうね。お、すごい、お、すごい、トシコ。そうでしょ。何パーセント？7%？ 5%？ 刻むわね、刻むわね、刻むわね。7%も速くなったらだいぶぶっ壊れちゃう。だいぶぶっ壊れよ。追いつけないわよ。来たわよ。来たわよ。流したわね。ちゃんとカウシャッド。カウシャッドね。2%よ。あ、2%よ。あ、そうなのね。うん、そうよ。これレプコ？エムコ？誰？どれの？私じゃないんじゃない？あ、みんないるわよ。みんないるわね。みんないるね。みんないるわね。これ見て。何？ちょっと下痢気味で顔色悪いな。顔面蒼白じゃない？そうなのよ。めっちゃ出ちゃって。下痢気味すぎない？体調大事にしないとダメよね。あ、もうお花見の時期にだいぶ飲んだのね。そうなのよ。飲みすぎ注意えよ。注意よ。としこさっき、なんとかちゃんねーって言ってたじゃない。なんつったね。方言？方言ちゃん、方言ちゃん。方言なのね。方言ちゃん。方言えよ。それ違うわよね。それは違うよね。いえよ。違うよね。としこが作ったやつよね。そうよ、そうよ。さ。設置するわ。あ、来たビーコン設置よ。素晴らしいわよ。素晴らしいわね。キラー来てる？全然信用しないけれども。全然信用しないんだけど、多分ね、トラッパーとかじゃないかしら。そうなの。そうね、初動遅いのはトラッパーとかハグとかね、うん、罠設置系が。あ、近くにいるって。近くにいるらしいよね。 ありがとうって、ね、俺言っとくわ。うん、救出に向かうわよ。いやいや、まだまだまだ早いわ。まだ早いわね。まだ早いわよ。お、びっくりした。マイケルに見えた、トシコ。あんた、マイケルじゃない、腹具合の悪いトシコよ。もう花見で飲みすぎよ。下痢気味。なんか今回あれよね、桜早咲きだったらしいわね。へえ、ね、だから雨降ってね、すぐなんか散っちゃったのね。早いよね、パキポキ。時間経つのね。あっという間よね。ほんとよね、もう3分の1終わっちゃったからね、1年のね。もう2個よ。あれ、これ動いてる、キラー。あ、としこかと思ったわ、私。そういうことね、お兄ちゃん、私の
生き別れのお兄ちゃんよ。違うよね。あー、顔色が今日はたまたま一緒ね。これあんたあれじゃないの、あんたんこれレベル1の鏡じゃないの。あ、いや違うわ、違うよ、違うよ、違うの、お前はよ。これもしかしたらってことはたまるの遅いってことはってことじゃない。え、でもまだレベル1よね。そうよ、やばいわよ。永続ってレベル1も遅くならなかったかしら。あー、移動速度確かにそうね、前と同じ仕様だったら。そうよね、前バージョンよねこれね。前バージョンだとそうね。やばいわよ。でもなんか靴ずれでも起こしてるのかしらね。遅いわね、すごいねっちょりね。あー、ナイスよー。レースのチェイス始まったよ、向こう。いや、わからない、来るかもしれないわよ。行くかもしれないよ、そっち。来るわけないじゃない。ちょっとそれフラグなの。来ないよー。もうそれしかないと思った、私も。来てるわよ。だいぶ私座れてたわ。やばいわね、私も座れるかも。でもレベル2になってからまだそんな時間経ってないから。そうよね。うん、墓石とかだったらまだ大丈夫のはず。あぶね、あぶね、危ねっ、危ねっ、危ねっ、危ないよ。ガチの砂のね。来てるよ。救助には向かわない。痛いわ。トシ君頑張ってちょうだい。助けが必要よ。離して。じゃあ私が行くわよ。じゃあ了解よ。周囲見せるわ。ちょっとお兄ちゃん持ち方注意して、お腹に圧をかけられるとちょっと身が出ちゃうわ。あの、トシコ全然あのロッカー入ってトイレ行っていいからね、全然。行っていいからね、全然ね。カラス飛ぶけどね。ブリッとしてくるわよ。私たまにやっぱどうしてもお腹が痛くなっちゃって、でぼったちするわけにはいかないから、私ロッカーに入ってトイレ行ったことあるのよ。あ、配信中に。うんうん、私もあるわ、うん、で帰ってきたら死んでたわ。開けられてたのね。そうよね、そう、開けられて死んでたわ。よいしょ。ここにいい便所があった、入ろう。何便所。いや、マジで行くのね。いいわ。なんかくっさ、ここくっさ。くっ、今年子おもらししないでちょうだい。確かあの直立しながらうんこすのね。そうよ。ふう、すっきりした。出てきた。やだ。びっくりしたわよ。そこら辺の催せた時にレプコと目が合っちゃった。ドキッとした。ね、あとそこら辺の草でちゃんと拭いとくのよ。了解よ。便所でドキッとするのなんか嫌ね。でも本当に私あるわよ、一回あのドア開いた時に人が座ってた時あってびっくりした。え、やばくない、それどうしたの。あるわよ。いや、目と目があって、あって言ってそのまま閉めたわよ。だめ、めっちゃ気まずいやつね。気まずいやつ言えよ。出た、言えよ。トシコの流行りね。出たよ。ナイスよ。行くわよ。ああれ、ね、今どこにいるんだろう。これ私、これ墓石ないんじゃないかしら。ないじゃない。ないかしらね。なんかね、どっちかっていうとなんか監査さんの虐待とウサギの死体に近い何かを感じたんだけど。大丈夫？確か。大丈夫？痛いよ。ノーワンもあるわよ。ノーワンもあるじゃない。気をつけてよ。あ、やばい。友達ください。うん、やられそうね。ここからよ。やばいわよ。これやばいわね。面白くなってきた。面白くなってきた。面白くなってきた。あんた何目線よ。これどこにあるのかしらね。あ、めめってる。いや、え、ほんとよ、めめってるわ。やばい。え、なんでめめれるの。あれ、なんで。嘘でしょ。え、なんでモバイル独自用なの。わかった、エンコン。あ、エンコンね。そうなのね。あ、そう、あ、やば、エンコン、ノーワン、これを狙ってたのね。やばいわね。ください、消えちゃったわよ。私やばいかもしれないわね。本当？ノーワン探しましょう、トシコ。探しましょう。あ、大丈夫かな。大丈夫？開けちゃおうよ。あ、
あ、下がったわね。無限じゃなかったわね。いやー、恐ろしいわよ。出ちゃいましょう、危ないから。いやー、とんでもない。とんでもない隠し玉マイケルだったわね。ねえ。マイケル本当。いやー、びっくりした。こういうのあるから怖いのよ、マイケル。そうなのよ。びっくりして身が出たもん、ちょっと。早くトイレくださいよ。まあね、としこもね、もうちょっとトイレが近いということでね、うん、今日この辺で、ね、終わろうかしら。終わろうかしら。ごめんなさい。ごめんあそばせー。